はい、どうも、タバコ好きなユッキーです。今回、ちょっとね、時間空いてしまったんですけど、まあ、パソコンをね、ちょっとね、いろいろ、新しいのに購入して、したんですけど、まあ、それに伴い、いろいろとパソコンのおかしくてですね、で、今回はこちら、ウルマ、吸 っていきたいと思います。カートンで、購入しまして、3600円。で、1個が、360円です。ね。ウルマ。2019年の8月までの、賞味期限です。こちらはですね、渋谷にある道玄坂のタバコ屋っていう、それでググるとわかるんですけど、そちらの方で、購入いたしました。まあ、かなりね、珍しいタバコなんで、最近、なんだ、バイオレットが、終売になってしまったんで、まあ、残すところ、沖縄のタバコはこちら、ウルマだけとなっております。で、反対がこのね、ローマ字でウルマっていう状況です。本当にこのウルマがですね、沖縄のタバコだからか、まあ当たり前なんですけど、一応沖縄限定と書いてあるんですよ。なんで、まあほぼほぼ売ってない。ほぼほぼ、店舗には売ってない。だからオンラインショップとかだと割と、あるんですけど、ただオンラインショップだと結構送料がかかったりするところが多いんで、すげえ送料ぼったくってくるところしかないんで。ね。ういっす。ということで、吸っていきましょう。見た感じはこんな感じ。タールが17ミリ、ニコチンが1.2ミリのタバコです。なんだろう、なんか、他にはちょっと味わったことないような、香りですね。これ以前も、レビューしたんですけど、まあ、かなり、年月が経ってるんで、まあ、レビューした時とね、最初にレビューした時と。なんだろう、なんか蜂蜜っぽい。甘い。なんか、は、あの、甘い。そして柔らかい。バイオレットは、香りがね、なんだっけ、紫色の花の香りがするんだよね。なんて言うんだっけ。あれ忘れたのに、とにかくどぎついんですよ。だから、個人的には、すげえ、ね、まあ、わりかし最近レビューしたんですけど、まあ、まずかったと。これは、360円でしょ？これは、美味しいっすね。これ美味しい。なんか、何の香りなのかとりあえずわかんないですけど、
少なくとも俺が、今までいろいろ吸ってきた中で、こんな香りのタバコはないです。断言しましょう。で、その香りもですね、バイオレットに比べると、はるかに、弱い。ほんのりと、蜂蜜のような香り。で、癖も特にないですね。うん。美味しいです。これで360円か。最近ほら、何でもかんでも高くなったでしょ。で、マルボロとかなんてもう500円以上でしょ。一箱。これ360円か。もうゴールデンバットもね、両切りがもうなくなりましたし、ぶっちゃけ安タバコの中で、一番うめえんじゃねえの、今のところ。ウルマが。三級品のタバコで。ウルマ一番うめえんじゃねえの、これ。ちょっとググるか。ウルマでググりましょう。正式的には、正式名称は、ウルマ、ひらがなのウルマではなくて、カタカナのウルマらしいです。ウルマは方言で、ウルが砂、マが、島。砂の島という意味ですね。で、ウィキペディアで見るところ、見るとですね、癖の強いタバコではあるが、沖縄県内では中高年層を、中心に根強い支持を受けているって書いてあるんですけど、全然癖が強くないんですけど、癖はほとんどないです。どこをどう考えたらこれ、癖が強いのかは全然わかんないです。まあ、バイオレットだったら癖がすげえ強かったんで、癖っつうか香り、ものすごいなんか着色、着光の、とにかく科学的な香料をね、ふんだんに使ってる。タバコだと思いますけど、こちらは、はっきり言って全くもって、香りは、癖とか香り、はほぼないです。うん。で、こちらね、今日買ってきたんですけど、これマッチ。マッチね、最近北朝鮮のね、方が、ね、マッチでタバコを吸ってたっていうのがありまして、まあ、ね、それにちょっと、乗じて、久々にね、タバコをマッチでつけて吸ってみたいと思います。まあ、北朝鮮の人は俺大嫌いなんですけど、まあね、うん。まあ一応ね。確かに懐かしいなって感じするよね。マッチでね。まあでも、本来、マッチっていうのは、もう日本ではもう、確か作ってるところのないんじゃないの？うん。まあ、ぶっちゃけた話、ここ、木ですからね。木なんで非常に、これを吸うたびに木がどんどん減っていくわけですから、個人的には、ものすごい、環境がね、森林とかの伐採につながるんで、あんまり、
使いたくないんですけど、まあ、ね。あ、でもやっぱ、あれだな、強く吸うと辛いな。特にあれですよ、癖もないし、かなり、なんかちょっと甘い、ちょっと甘めなタバコ。うん。なんで、まあ、そうっすね。まあ、吸ったことない人結構いるとは思うんですけど、これはもう今の最近のタバコが値上がりしてる中で360円でこのね、美味しさというか、まあね、ちょっと考えられないですね。あのメビウスとかに比べるとはるかに、あの、メビウスとか、俺が嫌いなの、メビウスと、あと、あれ何やったっけな。とにかくメビウスは、あの、風味がなさすぎて、吸ってて全然面白くない。うまくもないし、まずくもない。一番、あの、評価に値しない、タバコなんで。ちなみにこちらウルマはですね、発売したのが1972年5月の15日。まあちなみにゴールデンバットが100年以上昔ですからね。今110年ぐらい。100年以上ね、あのゴールデンバットっていうのは昔からあったタバコなんですけど、まあそれに比べるとまあ若干、まあ発売的にはやや新しいのかな。うん、あれなんつったっけな、俺がもう二度と吸わねえと思ったクソタバコ。クソタバコマジで。メビウス2位ですね。メビウス俺があの、面白くない、吸っててうまくもないし面白くねえタバコ。2位が、ね、あの、メビウス。昔は、あれ何だったっけ？名前な。名前変わったんだよな。メビウス。ね、吸ってて面白くねえのが、あれどこ行った、あれ、あ、ケントです。ケント。このケントってタバコがですね、あの、まあ、今でも当然売られてはいるんですけど、吸っても1ミリも、あの、味が、風味がないんで、つまらなすぎて、二度と買わない。二度と買わなくていいと思った、タバコ。うん。まあ、ウルマも、17ミリのタバコですから、割かし、強い。タバコなんですけど、まあ、ゆっくりね、吸って、ね、まあ、口内喫煙とかで吸うと、
ほのかに甘い香りがするタバコです。まあ問題となるのが、まあ、あれでしょうね。販売しているタバコ屋が ほぼないっていうのが、まあ問題ではある。で、最近ほら、ゴールデンバットの、北海道限定のシガーってやつが出たでしょ。道玄坂のタバコ屋で、聞いたんですよ、店員さんにね。北海道限定のゴールデンバット売ってますかって聞いたら、いや、売ってませんねって。そっか。沖縄のタバコは売ってるけど、北海道のやつはまあ、売ってなかったっていうね。本当にでも道玄坂のタバコ屋さん、本当に恐ろしいほどあんな、面積的にはすごい小さい面積のタバコ屋なんですけど、恐ろしいほどね、種類があるんで、本当に道玄坂のタバコ屋は本当に東京都内でも最高レベルの、品揃え誇るタバコ屋だと俺は思います。一つ難所がちょっと見つけづらいっていう。わりかし、109の、道玄坂の109、渋谷の109の、裏っていうかな。わりかしちょっと薄暗いような。いやでもいっぱい、路地裏的な感じなんだけど。路地裏的なとこにあるんだけど、まあ、いっぱいお店がね、あるんで。うん。まあ、路地裏なんだけども、すごいいっぱいあるんだね、店がね。そこら辺にね。両サイドにね。まあ、若干見つけづらいところではあります。これはうまいでしょ。コストパフォーマンス的には。まあ、うん。非常によろしいんではないでしょうか。四つ星。ご視聴ありがとうございました。